ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者、井上直弥、大橋、ダウンダ KO シーンの衝撃が広がっている。6日に東京ドームで元世界2階級制覇王者ルイス・ネリに6回1分22秒 TKO 勝ち。最後は圧巻の3連打で決めた。WBC はカネロコトサウル・アルバレス、共にメキシコ、の KO シーンと比較。海外ファンは、2人とも似ている。 井上はボクシング界を席巻すると反応した。井上の異次元のコンビネーションだった。6回1分過ぎ、ロープにネリを追い込むと、左ジャブ、右アッパー、右フックの3連打。ネリの頭は後ろに吹っ飛び、そのままロープに体を打ちつけた。衝撃 TKO で防衛成功。比較されたのがかつてのパウンド4、パウンド王者のカネロだった。 世界スーパーミドル級4団体統一王者のカネロは4日、日本時間5日、二元 WBO 世界スーパーベルター級王者ハイメムンギア、メキシコと対戦。4回に接近戦から左フック、右アッパー、左ボディを叩き込んだ。アッパーの時点で相手の頭が揺れ、崩れ落ちる。3対0の判定勝ちを決めた。二人の戦慄ダウン動画を WBC 公式インスタグラムが公開。 どちらが優れているか比べている人たちを、落ち着け。彼らはどちらも優れていて、たまたま打ち始めが似た形だっただけだ、と紹介すると、海外ファンからは衝撃を受けた様子のコメントが寄せられた。井上のコンボ好きだ。二人ともすごいな。最高級の選手たちだ。井上の右二発目。カネロはいつもこのコンビネーション練習してるよね。井上はボクシング界を席巻する。 井上とカネロが最高潮の時は二人とも似ていると思う。井上は練り撃破のシーンについて7日の一夜明け会見で手応えはありましたよ。アッパーとストレートとフックの中間の一番力が乗るパンチと説明していた。